はい、田中90です。大型アップデートめっちゃ早くね？まだ8日あるぞ。めっちゃ嬉しい。多分田中90動画サボってるからお前ネタないんだろうって思われてるかもしれませんが、ネタがないからサボったんじゃないんですよ。先週の土日月は熱引いたんですよ、普通に。で、火曜日はネタがなかった。まあネタがなかったからサボったんですけど、歯医者行っててさ、麻酔されてさ、疲れて昼寝したら起きたら来てたわ。もうなんなんこれ。まあアップデートはあれですね、まあ概要欄に貼った動画でも事前のリークの通り来てるんで特に喋ることがないんですけど、おもらしの正確性高すぎだろこのゲーム。むしろおもらしのが正確性あるまであるからな。まあ、正直ね、環境的に、まあ、体感変わんのは、ホルガーと HVK 弱くなったぐらいなんだよ。で、俺、グラウちょっと強いと思うんだよね。中国人のトップ5000の猛者が、このカスタマイズ使ってて無双したんですけど、前ね。バレルのね、FSS20.8 が弱くなっちゃったんだよね。それで、同系統のアークエンジェルってやつが強くなってんだよ。これ使えってことでしょ、運営的には。なのでね、今回ね、強くなったテンパス、アークエンジェルを使っていく、このカスタマイズを使っていきます。まあ、エイム時間若干遅いんだけどね、これ。そこだけはネックかな。装備はこれでやっていきます。どうぞっていう前に、射撃演習場で新武器着てたことを思い出しました。毎回着てるだろって話なのにね、忘れてたわ。でもね、パッと見、レート低いんだよね。600rpm でしょ。ストライカーと同じなんですよね。ダメージはどうなの？これ5波スキルなの？嘘でしょ？うわー、来た。もう3点バーストで強いとかいらねえわ。これ絶対弱いだろ。正直。これチャイコムが使われてない時点でね。だって3点バーストなのに足3点じゃねえじゃん、32って。33.4 ですらないってことでしょ？ 32 ってことは。これやべえな、この武器。ストライカー2世っすか？これ絶対弱えわ、CX9。マジで何が間違っても強い要素がね。強かったら謝るけど。CX9 ガチで弱くねえか。もうこれ、これいいよ、別に追加しなくても。それちょっと言い過ぎたな。いやでもね、さすがにこのまま追加はないわ。せめて全身4発キルにしてくれ。これ HG40 でいいじゃんって話なんだよね。意味わからんわ、普通に。HG40 だって、レートこっちの方が高いんだよ。こっち全身4発キルでしょ。いや、意味ねえじゃん。HG40 でいいじゃん。これ最近 HG40 でいいじゃん系の武器追加すんのやめろ。これマジでやべえ。なんかエイム時間も若干遅くねえ、冷静に考えたら。マジでうんちの可能性あんな。間違えてストライカーのデータが CX9 に出てるとか。さすがに、本当に60。マジで60だったらマジでダメっすね。正直。マジで HG40 でいい。ってことなんで。でもこのゲームバグであるんですよ。なんか、新武器が他の武器のこの実装前はアタッチメントじゃねえわ。性能の値が他武器と同じになってるみたいな、表面上みたいなバグがあるんで、たまに。さすがにレート60でね、実装することは、600rpm で実装することはないと信じてます。現場からは以上です。グラウ使っていきましょうか。さすがに60はないぞ。マジで。60はないわ。なんかフレームレートの調整来てんだよな。俺は 120fps で楽しむぜ。まあ、このゲームクソ重いことで有名だからな。まあ、多少なりとでもフレームレート上げねえとな。OK？ おー、まあ、あるんじゃねえ？まあ、あるんじゃねえか。ちょっと芋気味に立ち、思んない。これ OK やって、強いぞ。強い。OK？ これ来るだろう。これグラウ芋武器なんだよな、こっちのカスタマイズすると。まあまあ、エイム時間遅いからな。これ裏から来る。これ絶対裏から来る。これや、そこ結構芋武器なんだよな、これ。結構ね、俺好みの芋武器なの、これ見て。ね、芋性能高いんですよ。エイム時間若干遅いからね、エルケニオに比べると。ね、火力もエルケニオにか高いんだよ。これ芋ファン感激だろうね。あ、やばい、ジジイだって今の。ね、強くない？普通に試合が勝ってるかどうか置いといてく強い。やって来ない？来ない。 OK。 ふうふうふう。
やっぱあれだな、拠点ではどうでもいいな。なんかこれ見て、最初の拠点も勝ったけど、打ち合い勝てたらなんかあれだもんね、拠点とか無視して普通に打ち合い勝ってるもんね。やってんの面白い。やっぱ拠点とかどうでもいいわ俺。拠点とかじゃねえ、打ち合い勝ちゃ何でもいいんだよな正直。打ち合い勝ちゃ何でもいけるんだよな。あ、やばい、あんまそうでもないかも。やばい、調子乗った調子乗った調子乗ったあんま良くないね状況。このアップデート後の最強武器探してるとき一番楽しいまられるかな、このゲーム。オッケー、やべ、待って、楽しいマジやべ、ほんと申し訳ない、マジで勝敗に関与してますかって言われたら、でも打ち合い勝ってるから実際関与してんだよな正直。ハードポイントって、オッケー、ハードポイントってガチで打ち合い勝ってる、実際リアルで関与してるから。これ裏から湧いてんだろ、俺の読みだと裏から湧いてる。オッケー、もういない、まあでもこっち、オッケー、まあこの上にとけいっか。来ねえ敵。オッケー。これ勝つの強くない？やっぱこれ芋吹きの性能なかなかあんね、これ。これ新しい射程やっぱ 10% って結構ちげえな。これ芋の可能性を感じるわ。あー FPS！ 待って、これ後ろ来る。FPS の補充受けてんの意味ねえわ。オッケー。いや、やっぱあれだな、遭遇戦だと思んねえな。思んねえ、PD ライブに負けるぐらい思んねえ。遭遇戦は思んないけど、遭遇戦以外は面白いね、なかなか。遭遇戦はガチで思んないけどね。なんかすごい、やばい。なんでこんなカクつくのこれ。FPS 補助するって話どうなったの、どこへ消えちゃったの。最高画質でやってるけど。やっぱ最高画質だと120無理だな。なんで FPS 補助するみたいな。なんか補助する感あって補助してねえな、対して。OK？いや、マジで打ち合いゲーじゃん。だって、実際打ち合い勝ち出したらもう、どうでもいいからな。拠点とか一切取ってないけど、勝利してますからね。ほらね。拠点なんてどうでもいいんだよ。打ち合い勝ちゃいいんだよ、打ち合い。来い。このリロードはちょっとやばい気がする。いや、めっちゃカクつく！めっちゃカクつく！え、これ何なのこの。なんかオーバーヒーティング防ぎますみたいなことを、一丁前に言っといて防いでねえな。これ何なのこの設定。もっと日本語でちゃんと説明して。オッケー。強い。オッケー。これクソ褒めんだけど、やばい、最高回数でやるんじゃない強かった時の M 消えたわ。あー、おもんねえなー。なんでこのグレネード残してんの、このゲーム。オッケー。強い。いや、これなんでそこで湧くの？マジでえ、重いってこれ。マジで最高グラフィックにしたのミスったわ。もう最低グラフィックだと絶対3人は持ってけた正直。あ、終わっちゃったよ。まあ、結局打ち合いっすね。グラウ強いね実際。でもちょっと芋気味だと思う。よくホルガー使う、まあ試してんだろうね今ね、ホルガーを。これホルガー今試してる多分。じゃ次の試合からこの人がホルガー使わなくなったらそういうことだな。こっちのチームみんなホルガーとさ HBK の最終工場してるし、試験工場ということで、グラウ使ってみてください。お疲れ様でした。おつ。CX9 性能やばくない？悪い意味で。あれさ、足5発キルなのやばくねえか、普通に。なんで、むしろ俺3発キルあるのかなぐらい思ったわ。